吉谷さんこんにちは確かにね毎日吉谷さんとの関わりが多いですね私にも家族がいますしいつも一緒に過ごしてますけども吉谷さんとのこの何ですかね会話の方が、うん、もしかしたらね深いんじゃないかなと思いますし多いんじゃないかなと思うぐらいですね、まあ、そのぐらい思ってますね、うん、奇妙な話ですけどもまあ本当にねあのー まあこういった関係っていうのは何か,、ねうん、かそのファミリーっていうねアルカポネみたいなあの、まあ、の概念があるとしたらまさにファミリーっていう感じですかね、うん、なんかその血のつながりはないんだけどもそれと同等に濃いみたいなね、うん、まあまあそんな感じですよねあのそういう縁っていうのは多分人生を過ごしてきて一人に対してモテるかモテないかっていうことなんでうん うん、すごく貴重なんじゃないですかね。で、しかもそれがただ感情的にあの大切な関係です。っていうだけじゃなくて、実際にうん。少なからず利益をもたらしていたりとかね。それからお互いに与え合うものがあったり、励まし合うものがあったりえ、何かね。負けず嫌いを <laughs> 押し付け合ったりとかね。なかなかユニークだと思いますよね。本当にそれはすごいなと思います。で今私がこういう暮らししてるのは？ あの吉田さんは想像つかなかったかもしれませんけども私もね明確にこうなるってわけではなかったんですけども思ったことがね二つ三つあるんですよまずはねよくわかんないけどこれで自分の人生を長期地にしてとてつもないところにすごい速度で向かっていくだろうなーっていうふうに時間の概念がガッと変わりましたねあのそれまでの人生はあの暇つぶしみたいなね感じでしたけどもあの8年前に 初めてね、自己アフィリエイトをやった時から、もっと言えば、山口陸の,のライブ放送を見た時から、1分1秒がこんなに大切なんだっていうふうに思えたんですよ。で、商品の作り方に関しても、一気にね、本当に謎が解けたっていうか、すごく楽になったのは、確か山口陸のセミナー映像が10万円とかね、1万円とかで販売されてたんですよね。で、買って見てみたら、え、これが1万円で売れんのとかね。 こういうので10万でいいのみたいに思ったわけなんですよ。あ、これだったら作れるなと思いました私はね。うん。ただ、喋って、録画して、それを、何の編集もなく、テロップもなく、BGM もなく、ドッと流すだけというねえ。そして、映像特典に動画のおまけをバン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 つけると価値が高まっていって、いや、すごいたくさんのものをもらったなと。この価値が理解できないということは、自分のまだ理解度が低いんだろうなもっともっと勉強しないと、何回も動画見ないと、っていうふうになりましたね。で、えー、セミナーの、 まあ開催とかねお客さんの募集っていうのがあると思いますけどそれも一気に怖くなくなりましたそれまではねあの募集したんだけども誰も来ないんじゃないかなとか当日誰も来ななかかっっったたらどううししよう恥ずかしいいて思いが結構あったんですよでもあの山口陸セミナーの後私はすぐにねセミナーをやることとそれからセミナーに誰も来なかったらどうするってことに答えが出たんですよ。 そのセミナーに誰も来なかったらどうするの答えがもう今まで全然思いつかなかったんですけども全く構わないんですよねただ誰もいない会議室にカメラだけ据えて熱弁をすればいいとそして動画を見た人はそこに来た人に語りかけてるように感じるんですよねプラスそこで撮った動画がそのまんま無料プレゼントなり有料コンテンツでリリースできるということでしょだから私は 何かのセミナーをやった時に誰も来なかったらそれでも第1回目セミナーは大成功ということでその動画を1時間なり2時間の動画を販売するために商品化したと思いますねでそれを持ってですね第2回目のセミナーを募集して第1回目は大成功でしたと第2回目予約の方には第1回目のセミナー内容を先行してプレゼントしますみたいなね うん、そういうことを繰り返すとだんだん信用もついてきて回回目目かかなかっっったたけども2回目は絶対行こうってて人が必ず出てくると思ったんですよ、うん、だから私は集客してセミナーをすることは全く怖くなくなりましたしそれまでも怖いってわけではなかったんですけどもやって空振ったらどうしようかなと思ってたんですけども全く構わないってことに気がつきました。誰も来ななかったら単なる撮影会 コンテンツを作りに来たっていう体で会議室を使うっていうのもありだなと思いましたんで、実際そうしようと思ったんですけどもね、誰も来なかった回ってのおかげさまで一回も私経験したことはないんですよね。必ず誰かが来て、しかも人数は少なくても、まあ、5、6人から10人が絶対いてですねで、大体20人から30人の間でいつもセミナー会場は埋まっていました。もうもちろん私のセミナーってのは3000とか5000とか有料でやることばかりだったんで、セミナーそのものがあ、ね、収益になりましたしね。 で、バックエンドセールスは必ずありましたんでねえ本当に順調にこんな地方でもネットビジネスセミナーできるんだなと思いましたねでそれをもってねやっぱりこれこの先すごいことになるなぁと、うん、俺はすごいことを掴んだなすごいものを掴んだなと思いましたねですんでねすさまじい速度でそれまでできていた借金がバンバン返せましたね本当になんか1束10万円ぐらいの束であじゃあ3束4束5束みたいな感じで 一社に対してどん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 返していったりとか個人に対してどん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 返していったりとかして、えー、結婚式が確か私ね2015年にやったと思うんですけども2015年にねその時まだ1000万円以上の借金あったんですよ結婚式場でケーキに,ケーキにねナイフ入れてる時に全然怖くなかったですねこの速度でお金って稼げるんだと思いましたで借金が止まった後ってどうなるのかなと思ったらこの速度で入金が預金に変わっていくんだなと金融資産に変わっていくんだなと思ったらね ワワクワクしましまたねうんだから最初に1人で1億円稼いだ実感これはですね何と言いますか現金は確かに借金の返済とか家の購入とか税金の滞納分を払ったりとかして金がいっぱいあったっていう実感はなかったんですけどもでもまあある意味肩の荷が下りたっていうかねあ綺麗な体になったなみたいな感じでしたよそれから数年後カードもまたいろいろ作れるようになってそれまでも何とかカードがね作れなかったことはないんですけども どこでも作れるようになったのはそれからですよ2016年ぐらいからららでですすよ年いねそれまではね申し込んでダメなものと通るものとに分かれていたんですよね。ということなんで最初は自己アフィリエイトはカードの何ですかね、うん、仮確定っていうんですか仮承認が来たのをネタにセミナーやりましたけどもその時申し込んだカードは半分ぐらいい落ちたと思いますね、うん、すごいですね。 だからね、やっぱね、これはすごいものを手に入れたなっていうふうに感じれるかどうかなんですよね、やっぱり。自己アフィリエイトにしても、その20時間セミナーにしても。20時間セミナー俺がやったらどうなるかなって思いましたからね。まあ実際やることはなかったんですけども。まあ、けどね、あの、5時間セミナーとかね、やりましたね、5時間ぐらいは。それは5時間ぐらいだったらバンバンやりましたね。通常のセミナーも3時間ぐらいでしたからね。まあ、短くて2時間みたいな感じですね。 本当に1000回以上セミナーやって、えー、なんかそれから YouTube に切り替えて感慨深いですね本当ねだから未来は予測はできないけども自分が設定してそこに向かうことができるということでいかがでしょうかえー、価値のバトンからね私もバトンいただきまして次誰が受け取ってくれるかなといまだに受け取ってくれるのは吉谷さんだけというねそんなありさまでございますそれではいってらっしゃい